いいんじゃないこれ。うわ、早速早速やんけ、もナイスボタン。フラミンゴ警察だ。いやいやいや、それこれやめてくださいよ。僕がフラミンゴ警察になっちゃうじゃないですか。フラミンゴ警察なんか見ましたか。いや、ですね、藤宮さんと K さんが初手左でメッドベイ入って、僕がスキャンしてる間何も手を出してこなかったので、二人とも弁当入ってたとかないですか。いや、ちょっと停電中だったので、ちょっともしかすると後から来た K さんがもしかすると弁当に入っていた可能性は。カッパ、チャゲポ屋さん、はい、なんで自分はのけものにするんですか。え、夏目さんはメッドベイに入らずになんかタスクしてませんよね。夏目さん、はい、夏目さんメッドベイいました。なんか一瞬入ったように見せかけて、いた嘘、あれ嘘だ、嘘、視界広いんじゃないですか。マジっすか。透明人間バグとか大丈夫かな。いや、大丈夫、見えてました。多分あ、見えてる。藤宮さんと一緒に寝たよね。奥まで入ってきたかなっていう。あー、なんか、うん、一瞬ちらっと入る素振りを見せてすぐ出てったような。もう藤宮さんしか見てなかったです、その時。一応確認なんですけど、ハイデマン一番最初ついた方どなたですか。多分俺だと思う、多分。あ、高田さんいた。で、高田さんですよね。うん、多分俺だと。なお、直しました。俺直した。直したけど、なんか後半誰かとボタン被ったからなんか下がらなくて。ああ。なんか一番下が真ん中だったと思うんだけど。まあ、あ、そう。僕がなんかついた時、あれ、なんか全然触んねえなみたいな感じで、僕がパチッと押して直ったみたいな感じだったから。なるほどね。俺配電盤触、うんうんうん、開いてすらないっすわ。目の前まで行ったけど、めっちゃ痛かった。オッケーです。あ、私も開いたけど触ってないでした。あ、じゃあ僕だけ。あ、じゃあ僕と高田さんってこと。多分そうじゃない。わかんないけど誰がいたか、ちょ、多すぎて全然覚えてないわ。多分そうだね。開けた時先端さんとサントスさんがいて、多分高田さんが最初からいたのかなっていう。アドミンから先端さんとサントスさんで僕で見ちゃってるはず。めっちゃちょっとなんか、え、直さないんだって僕視点は思ってくる。やっぱりやばい、ちょっと、え、やっぱりな、何票入るんだろうなと思ってた。危ない。見ないよ。つっちまえばいいのによ。何やってんだあれ。何やってんだあれ。高田さん待ってよ。タスクすな、タスク。いいんじゃない？いいんじゃないこれ。めちゃくちゃいいキルじゃん今の。バレてない、バレてないぞ。あー、マジかー。ノー、警察だ。アドミン見てました。はい、エレクトリカルにいた方いますか。藤宮です。リアクター1、エレクトリカル1です。1で残ったの最後。はい、リアクターだと思います。じゃあリアクターは、リアクター、じゃあリアクターリアクター、あ、じゃあ分かりやすいですね。弦右にしか行ってないんで。
あ、ゲンさん、リアクターアルマさん来てました、直したときに。来てたけど。藤宮さん、アルマさん。私、最後から3番目じゃないですけども、藤宮さんと高田さんが最後。いや、そう。高田さんが最後だと思うので。高田さん、後で来ました。リアクターなった後に、一番最後にロア側から来た高田さんにすれ違ってます。他の人を洗った方がいいかもしれない。僕と、右にいたの、僕と、ゲンさんが O2 まで行ってるんで、ほぼキルできない位置かなって、はい。ゲンは O2 を直しています。で、あとケイさん、ケイさんって僕とメイヤさん、ロア、エレクトリカル、ストレージあたりまで一緒に行動しています。うんうん、リアクターなんだったら先端絶対無理だな。実施点が。チャゲポヨさんってさ、エレクトリカル入った後どういう動きをしました？エレクトリカル入った後は、タスク1個こなして、O2 のサボタージュ入ったんで、そのままアドミン側向かって。出る感じです。ちょっと待って、高田さんリアクター行った時っていたんすか、アルマさん。いや俺、リアクター出る時はいない、絶対いない、うん、高田さん、アッパーでタスクをしてたじゃないですか。誰が？高田健さんが。ああ、O2 に向かう最中、ね、初めの。あ、そうです、そうです、うん、その後の行動を教えてほしいです。その後って夏目はさ、カフェあたりでごちゃごちゃ動いてたでしょ、なんか。あ、うん、あれ後ろにいた、映ってると思うけど。いや、これ可能範囲で不可のちょっと出していきましょう、うん、とりあえず絶対できない人間は、僕しかゲンさんはできない。メイヤさん、メイヤさんもできない。はい、ゲンの3人は右です。最終位置がウェポンとかオツ付近なので、リアクターに下位置だった場合は不可能です。リアクター説って誰が言ったんだっけ？夏目さんです。めちゃめちゃ夏目だと思うじゃん、うん、あ、待って自分じゃない、自分じゃない、自分じゃない。いや私も言った。私言ってのはサントス。マジで？いや、あ、来てたけど、自分はエレクトリカルじゃないか。もう一回リアクター情報しよう。はちゃめちゃやんけ、もはちゃめちゃすぎる。まあ、あのキルはさすがに洗えないっしょ。あのキルは無理だよ。神キルだもん、あんなもう。絶対バレねえよ。ごめんなさい、夏目さんがリアクターを見ていた、アドミンを見ていて、それ以外の人見ていました？サントスさん、私も見てる。2人の情報は一致してます？はい、呼ばれる瞬間にリアクター1、はい、エレクトリカル1があって、それぞれ、いた人いますかという確認から入らせていただいて、エレクトリカル1の名乗りがあったんですけども、リアクター1の名乗りがなかったので死体じゃないかという議論で進みます。藤宮さんさ、多分セキュリティ見てたでしょ、はい、そうですね、一瞬見ました。アルマさんいたの？いや、僕はその僕もね、見てないですよ。なんか、うん、多分一回ロアとかそのレレクターが下って戻ったってこと、行って戻ったか、一応レレクターが犯人かな。いや、でも僕覚えてやってて、終わった時に高田さんと、ね、もう一人いた。いや、さんか、違う、いや、僕だいぶ早めに出てるし、ロアですね。藤宮が多分一番最後にリアクターに残ってて、ね、うん、藤宮が先に出て行って、俺が一番最後に出てるんだけど、高田さんが上に抜けて、で十字路ぐらいの下から夏目さんが上がってきて、僕は下に下がっ て、ちょっとリアクターにはいないってよ。あ、じゃあまず高田さん仕様っていう前提で話をすると、高田さんが最後にロア側から下側から回って来ていて、アルマさんとすれ違っていないので、高田さんが白の場合、アルマさん上に抜けてったっていうことになりますよね。あれ、高田さんって下側、いや、下は来てるけど、リアクター自身には多分アルマさん自体は来てるはず。そうです。なった時来てるけれども、その時いなかったんですよね、高田さんが来た時。いや、違う。だから、違う。俺もリアクターに行ってて、時系列がおかしくなってる。みんなリアクターにいたわけ。はい。アルマさんはもうリアクターから出て行ってるってだけの話。あ、そう。だからそれが上側ですよね、多分。いや上ではないね、上ではない。上ではない。リアクターに残ってた人物が俺と藤宮さんだけで、はい、有馬さんがどこに行ったかは分からない。あ、高田さん行った時はまだリアクターにいたってことなのね。そうそうそう。なるほどなるほど、OK です、OK です。だから多分、インポスターがリアクターにいて都合が悪いから名乗り出てなくて、違う場所に死体が落ちてるっていうのが、なるほど。高田さんたちの場合です。じゃあ、見てる人。うん、それもしくはで、なんか夏目先生がちょっと微妙に食い違ってる気が。なんで自分は死体があったって思ったらエレクトリカルだよ。O2 の時のあった条件を言えば多分絞れます。O2 直前になってるので。素晴らしい素晴らしい。あっちから行こう。
ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。話すのの内容の整理だけしましょう、はい、リアクター1が誰かわからないっていうところで、直前ですよね、その情報。あ、はい、もうなった瞬間に2人で見て、なった瞬間で見てた。じゃあ、リアクター1、なった瞬間に夏目先生見てたの、アドミン。あ、そうですよ。なった瞬間にどこだってなって、リアクターとエレクトリカルがついていたので、自分がエレクトリカルを聞いて、サントスさんがリアクターを聞いて、リアクター1いなかったから、じゃあ夏目だ。なんで夏目、壁でごちゃごちゃいたはずだし、見えてたのって夏目言ったはずだから。サントスさんが、サントスさんが証明できるんじゃないの、最終1、夏目さんの。いや、アドミン見せてからわからん。てかさっきさ、なんかさ、ね、夏目先生、アドミンに夏目さんいたの見てますよ。十字路から夏目先生来たって言ったんだ、あれ。藤宮が十字路で、すれ違ってます。そこの話も、うん、なんかだって、アドミンは絶対見てる。アドミン絶対見てるもん。そう、なった瞬間っていうのは、レポートの瞬間ってことですかね。ごちゃってなってる、ごちゃってなってる。サントスさんが最後まで見てたっていうのは確実なんだよね。絶対です、 100% です、うん、で、そこの人を洗うっていうのが多分一番大事で、オーツ直した人間は絶対除外されるから、サントスさんがいたのは見たの、アドミンに。僕もオーツ直してるから、うん、アドミン側を直してるから。で、メイヤさんがオーツ側を直した。で、除外される人は直したのゲンです。ゲンさんとセンタンさんと、僕、ゲンさんの後に僕がついて、で、センタンさんが上から来てるって感じ。はい。で、高田さんは浮いてるの分かるんだけども、で、夏目さんがカフェテリアの方まで最後行った。チャゲポヤさん、それよりさ、藤宮さんと夏目先生の意見が食い違ってる話が気になる。別に食い違ってなくないですか。食い違ってないはないんじゃない。うん、十字路ですれ違って僕は下に行ったっていう証言をしただけです。そう、 で自分はアドミンに入った。あ、オッケーオッケー、ごめん。アッパーカフェアドミンには多分ちなみにエレクトリカルにいたんすよね、人は。最終僕がエレクトリカルです。あ、藤宮さんなのか、それが。チャケポヨさんはどこなんですか、最終。僕は最終アドミンですよ。高田さんフォローしんとやばい気がする。高田夏目の対立軸になっちゃってるから。高田さんに聞きたいけど、リアクターが嘘って証言で自分がインポスターになるのってなんで。そうそうそう、あの高田さんとすれ違わないといけなくない、あの夏目さんが犯人になったら。いや、リアクターにそもそも死体が転がってる。迷えや迷えや、クルーメイトども。迷え迷え、君たちは確実に洗えない Q で迷い散らかすがいいよ。タスクやってるふりしとこう。ギュン。ごめんなさい、決着つけよ。個人的に聞きたいのが、うん、高田さんの最終位置かな。俺はカフェテリア、カフェテリア。あ、カフェなんですね。いや、これは俺のあくまでも推測になるので、他の人たちが判断してほしいと思っているんだけど、うんうんうん、リアクターが鳴った時にアルマさんはリアクターに来ていて、で、一番最初のアルマさんはリアクターから飛び出しているということは、アルマさんはリアクター付近にタスクがない人物と考えうるので、その時にロアーかアッパー側に上がったか下ったかした時に O2 が鳴る状況の時って、どちらかといえばリアクターよりかは O2 よりに近づいているはずなので、 O2 に向かわずリアクター側に戻ってくる行動がアルマさんが行動するとしたら、死体を探しに来たぐらいでしか想定できないし、アルマさん見てないから不自然だなって思ってしまってる、はい、うん、ちなみにリアクターから出るアルマさんを死にした人は誰ですか。いない、いなさそうですね。なお、リアクターが鳴った後、結構バラバラで出ていったと思うんですよ、うん。先端さんがアッパーエンジンで自分と閉じ込められてて出たじゃないですか。うん、で、高田健さんはアッパーエンジンのタスクをやっており、藤宮さんは下から帰っていき、他の集まってきた人たちも上と下分かれて出ていて、その間、アルマさんを一切見てないってことは、リアクターに死体があるってことじゃないですか。あ、でも、あ、いいですか、私、リアクター最後が3番目ですけども、藤宮さんと高田さんを置いて出てたので、2人が言ってる主張はあってて、高田さんの言った通り、わざわざリアクターが鳴ってきて、ね、戻ってきてる前提になるんで、結構不思議。いや、可能性としてあり得るのは、数値のとこで死んでるか。そう、下か上、うん、リアクターの下と上で死んでて、みんながおぼろげのタスクをやってて見てないとか。リアクターとエレクトリカル以外の。リアクターで仮に死んで、高田さんの話は、夏目さんは、犯人じゃないが相方で嘘ついてる可能性がある。いや、めちゃめちゃ犯人だと思う。高田さん、高田さん、高田さん、
落ち着いてほしくて、自分はエレクトリカルにしてありますかって聞きました。ボタンめっちゃ使ってるから、サントスさんがリアクターにしてありますかって聞いたんですよ。まあ、もう一台待っていいんじゃないですか。うん、まあ、うん、ちょっとボタン詰めれそうな、ボタンめっちゃ使い詰めれそうな、詰めれたと思うんだけどな。夏目が見切れた気がする。え、マジでアドミン、マジでアドミン、本当にアドミン、マジ、うん、マジこれサントスさん、藤宮さんから証明されてるんだよ。いいね、いいね。ボタンめっちゃ使ったなぁと。ボタン使ったのに誰だっけ、チャゲポヨさん使ったでしょ、先端さんも使って、夏目先生も使ったかな。でタスクも進んでないと。いやー、これ弁当見られそうだな。この停電か、Kさんやってくれるといいんだけどね。キル、いやー、うぜえなあれ。ペンと書いてきたけど、はい、はい、アドミンのアドミン情報見る、ちょっと上、ちょっと右上か、ちょっと上ぐらいですね。うん、チャゲポさん死んでて、アドミン側のオッズが直ってなかったですね。カメラがついていたはず。はい、私がついてて、従々に A2 ゲンさんがいたっていう夫人がずっとやってました。はい、あ、じゃあそこはない。情報ください。O2 の方直しに行ってのは、水色、茶色、黒、赤が O2 の方を直しに行って、その後直しに、その字に入っていって、レポートって感じでしたけど、その字の方はね、あんまり人の出入りがなかった O2 だったと。チャゲポヨさんが入ったのは見ました？水色、茶色、赤、白じゃない？赤、白か、ごめんなさい、赤、白だ、いや、いや、僕も白は違う。僕じゃないかな。白はあれだよね、ウェポンにいたよね。ウェポンで、あ、ウェポンか。うん、と、通り過ぎる。メイヤさんは、オーツーに行ってね、高田さんたちと同じタイミングでオーツーに行ってないです。遅れてきました。うん、左からメッドベイの上の方を通って、それサントスさんが多分証言してくれて、 O2 が鳴って、メッドベイの上の通路を走ってウェポン通って O2 の手前まで行って直ったからって感じで向か、アドミンの方向かってる。 O2 直った後、 K さんと誰だっけ、2人セットで、メイヤさんと僕が多分ほぼ同タイミングです。 O2 が着いた。
ごめんなさい、O2 って一番最初に到達した人って誰？藤宮です。藤宮さん。藤宮さんって O2 直してましたよね。直して、ナビゲーションの方入って最終です。あれ、うん、いや、僕がいたときは高田さんと藤宮さんがいました。あ、オツなる前ぐらいに、まあ、エレクトリカルに入ってくチャゲポヨさんは見てたんですけど。どのくらい前ですか？うん、結構前ですかね。オツ。オツ、直して。なる前から。いや、俺が後から到達して、俺がなんか終わった瞬間に上側のオツ直った気がしたから、あれーと思って。中盤ぐらいに僕とメイヤーさん多分一緒にアドミン確認してて、2人出て行った時は下になかったんですよ。なんで？チャゲポヨさん、エレクトリカル入ったよね、一回。次に呼ばれるまで個人的に藤宮さんを追いかけます。藤宮もう一回整理した方が得をします。思い出した情報があって、まあ、だいぶ前の話なんですけど、リアクターが鳴り終わっ、あ、鳴ってる途中ぐらい僕向かわずに、カフェぐらいに行って、高田さんと夏目さんがカフェから左抜けましたよね。抜けたかな、多分その時にカフェに行って、まあ、その直後にボタンを押そうと思ったんですけど、扉が、まあ、てかその直前にアドミン見ててカフェ1で下探してたんですけどなくて、ちょっと下消すのが怖くてうろうろしてて、カフェが閉まったんですよ。リアクターが鳴った10秒後ぐらいかな。で、そのカフェのボタン、あの、じゃあ、扉の下にチャゲポヨさんいました、そういや。O2 のどのくらいのタイミング前。O2 直前までやった。O2 の前というか、リアクター、そうですね。はい。じゃあ、多分その、結構ほかほか？いや、うん、エレクトリカル入ったってのが多分新しい情報なんじゃないですか。エレクトリカル、そう、エレクトリカルの後の話ですよね。あとアドミン行って死んでるんでしょ。そうです、アドミン行ってカフェ行って、カフェの、扉の下にチャゲプヨさんがいるのを見てて、下から回って僕をつ直し行ってるんだ。メイヤさんとKさん、次回Kさん、はい、誰を残してアドミンから出ました？違う、だからチャゲプヨさんその時に期待がなかったって話をされて、ごめんね、そこの時系列結構違って、アドミン結構前だもんそれ。チャゲポヨさんと出て、チャゲポヨさんがエレクトリカル出たのを見て、俺はロアエンジン、アッパーエンジンって言って、アッパーエンジンのタスクをしてるのに、ね、それをサントスさんとゲンさんが見てくれてるはずで、で、O2 が鳴ってるから、鳴ったから、ウェポンっていうか O2 の方に向かってるって感じ。だから俺はそのチャゲポヨさんがエレクトリカルに入った後はアドミン行ってない。多分サントスさんの情報大事じゃね？いや、もう、いや、さすがに O2 ってごめんなさい、覚えきれてなくて、この字の方のさっき言った赤、白、茶、水色で、O2 に一番遅く来た人が怪しいかなと思うんですけど、うん、ちなみにちょっと、はい、リセンション低いかもしれないけど、夏目さんってあの1個前の時でエレクトリカルだけしか見てないんだったっけ、リアクター1見てなかったんですか？自分はエレクトリカル1、リアクター1を見ていて、最初にエレクトリカル1いますかって聞いて、ね、間に入ってサントスさんがリアクターを確認したって、ボタンがないので死体発見頑張らないとやばいっす、ボタンがほぼないっす。 O2 一番最後に来たの結局誰ですか？メイヤーさん。いや、俺でも証言できるはずで、サントスさんとゲンさんが。いや、これ俺疑い値になるのはちょっとおかしいでしょ。どうするかな、ここ。すげえ固まって動いてんな。こっちで散らすか。
あーうーわやーば、夏目さん死んでんじゃん今。オーツーガンでも4人集まったよね最後。はい、高田さんのギリギリで抜けて先端さん、僕が多分藤宮さんの最終目撃で、アドミン情報を見て多分ロアの方に行こうとしてて、ロアに白茶ピンク青がいました。でその夏目さんの白も死んでます。あピンごめんピンクじゃない、白茶誰だっけ、ゲンさんじゃない、ゲンさんだ、紫だ、うん、だから藤宮さんはアドミンにいてロワインジに向かったってこと？ん？センターはどこで見たの藤宮さんを？ロワロワでまず白茶、紫青を見て、ストレージアドミンストレージ多分ロワで死んでるんじゃないかって感じでロワの方に行った藤宮さんを見ました。ねセンターだけはできないかな多分。多分。富士宮とストレージ付近で多分源さんと一緒にいるときにすれ違って、その前に夏目もロア側で見ててアドミン落ちなったときアドミン内にセンターにいたからできなそうではあるんだよね。ケイさんはどこ行った？絞れないならば多分一番初めの犯罪に戻った方がいい。ケイさん最終どこにいるんですか？僕ウェポンで閉じ込められてます。カフェテリアの上部の配線やった後にセンターと合流してウェポンでほぼ同時に閉じ込められてます。最後 O2 に来てない人、ね、さんはできないと思います。うん、そう上柄から来てるの見てるはずだから。ゲンはサントスさん、サントスさんを今回ほぼストーカーしていました、うん、誰ゲンは、そうサントスゲンが結構長い間で見合ってるから私もゲンさん無理だなっていう。2人で白証明できる、うん、できると思う。ゲンさんもできる、ゲンさん目線もと思いますが、じゃあ僕高田さんに多分入れます。高田さんと宮さん1個目の犯罪で高田さんしか、あじゃあ K さんでいいよ俺多分。あーやばいやばい、いや個人的には名屋さんが一番良かったけど、ね、えなんでさっきのやつだってできなくない？でも高田さんの相方って 誰どこだ、ゲンさん、ゲンさんおかしないか、ゲンさんとって、うん、ちょっと待って、青紫じゃない、価値格近く、すまないな。ナイス、アイマスキルがもうナイス、うまい、いやマジか、ゲンヤいやごめん、ごめん、高田くん、ゲンさんずっと俺といたけど、これはうまいっすね。開幕キルがでも開幕警察め、中野アルマキル絶対補足不可能っす。結局アルマさん容疑者絞れてなかったから、藤宮さんと夏目さんと高田さんの3人っていうのが容疑者になったって思ってて、あ、うん、まあ、でもこの2人が消えたんで高田さんかなっていうふうに戻っちゃった、うんうん、今思えば K さんがそれ誘導してましたね。そう、はい、K さん誘導してる、ね、議論誘導最強すぎる。でもアルマさんの方がアルマさんはリアクター直った瞬間に下で殺して誰にも侵入されずに、あ、見えてなかったんだ。メイヤさんと僕で2人で直して、直した瞬間にメイヤさん切って上行ってるんで、誰ももうめっちゃ時間経ってるんですよ、リアクターの下で。うまっ、うまっ、気づかない、直った後に立ってんの見た気がしたんだよな。いやー、ごめん、言ってることも、夏目さんの言ってることも分かる、ね、うん、あ、すいません、高田さんは結構一緒にいましたね、最初一緒にいた、ゲンさんと、あ、だから、あれと思って。で、2キルそうか、無理だな。ここも拾うべきでした、すいません。ナイス、ゲンさん。ありがとう。いやー、ゲンやったよ、マジで。いや、うますぎた。なんか、いや、もめっちゃ良かったっすね。死んでる場所がリアクター。だけかな、ね、そう、下にいたらちょっと見つけれてなかったかもみたいな整理できた。多分藤宮さん、キルフラ見たんじゃない、うん、いや僕リアクターからベント飛んだのが多分見えてる。ベントじゃないの。アドミンキルも2人キルフラーではないですけど、キルして2人ともが出たのか。そうそう、最後にそう夏目先生がロアでKさん殺してるの見ちゃって、で藤宮さんがそっち行ってたからやばいと思って藤宮さんをキルしといた。そう、あそこ6人いたからまあ誰かしら気づくのかなって思ったら全員来たから。ああ、いや、そしたら最高峰の名屋さんに来られたっていう。ご覧ポスターめっちゃ上手。僕2回ぐらい間違えて弁当出て発見されたんですけど、2回とも名屋さんでセーフっていう。
結構やばかったんですよね。